今回紹介するのは、女優としても活躍するグラビアアイドル、掛井美和子さんです。1994年生まれ、東京都出身、プラチナムプロダクション所属。バストサイズは、89センチの E カップ、H カップとも噂されるほどの大きさですが、加計さん曰く、お胸の形が特殊なので、日本式で測ると E カップになるそうです。そんな掛井さんのデビューのきっかけは、2011年、 高校生の時に友達と行ったファッションショーでのスカウトでした。その後2013年に複数の男女がシェアハウスをする様子を記録したリアリティ番組テラスハウスに出演します。この番組で加計さんが可愛くてスタイルもいいということで話題になりました。その年の9月にワンライフモデルオーディションに手順ブランプリに選ばれたり、北海道日本ハムファイターズのイースタン戦で始球式を務めたりもしました。 その後も、目覚ましテレビのここラのリポーターに視聴者投票で選ばれたり、12月には初のオフィシャルブックも発売されました。大躍進の1年でしたね。翌年2014年も、その勢いで、ドラマ、最高の離婚スペシャル2014で、女優デビュー。そして4月に、写真集、ヴィーナス誕生が発売されます。こちらの写真集は、有名写真家の、篠山紀信さんによる撮影となっています。 篠山さんによると、通常の撮影では、ニップレスをして撮影に挑むことがほとんどですが、加計さんは、すっぽんぽんできたそうです。その姿を見て、篠山紀信さんを褒めていたようですね。豪快で、魅力的な加計さんが見られる一冊になっているので、気になった方はチェックしてみてください。その後は、女性ファッション誌 JJ の専属モデルになり、2019年に卒業しています。そんな加計さん、ファーストキスは、 16歳だと、ある番組で告白していました。皆さん、今からタイムマシンを作って、か計さんのファーストキスの相手を私に変えたいので、手伝ってくださる方、募集中です。現在か計さんは、女優の活動をメインに、YouTube もやっているようなので、これからの活躍も、応援していきましょう。よければ、か計いみわこさんの、ここが好き、この写真が良かった、などがあれば教えてくださいね。 ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは素敵な女性の方々のエピソード、写真とともに紹介していきます。よろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。